こんにちは、シュウです。ヘラプラス297降臨に筋肉マン使ってやっていきたいなと思います。じゃあ挑戦します。割と普通に勝てんじゃないかな。とりあえず色がない。なんで、多分ね、普通のパーティーなら、この子たち攻撃でかいんでやられてると思うんですけど、筋肉マンなら普通に耐えきれんじゃないかな。オッケーオッケー、色はあるね。1234、1234。これ4つ消しさ、慣れないと本当に3つでよく消すことがあるんで、これかな?これで。オッケーオッケーオッケー。スキルはガンガン使ってった方がいいのかな?ただ、敵弱いんでこれスキル貯めようと思えばいくらでも貯めれる気がするけど、スキル使っちゃおうか。アレス使って、うわぁこれできれば節約したいけど無理だな。どうすればいいんだろう。1234、123、オッケーオッケー。おお、バインドとかあるんだ。これ確かね、木の魔剣士とかは、木作ってくれるんですよね。なんで火の魔剣士も火作るのかなと思ったら、火はバインドなんだ。ほら、水は水作るんだけど、なんでさ、火は火作んないんだろう。疑問だな。とりあえず火なくなっちゃったから色呼び寄せて。やばいな、これ真ん中。真ん中さ、ファイヤーバインドしてきたかな。これ早めにやっつけちゃおうか。ちょっと怖い。確かね、ファイヤーバインドしてきた気がするな。気のせいかな。この真ん中のデーモンね、ちょっと気をつけたいな、今後。おー、ヴィーナスか。これ、バインド来るよね。どうしよう、ベジット撃つのもありだな。ベジット撃っちゃうか。ベジット撃って、とりあえず色呼び寄せたい。ただ、指が減ってるから、そこはね、ちょっと気をつけて。1234、お、オッケー。ちょっと今、消し方下手だったんだけど、来ましたね。これでぐらいでいいでしょう。筋肉マンにさ、指2個ついてんのって結構でかいよね。これあるだけでだいぶ、リダフレだけで秒数あるから。よし。これはとりあえず、5コンボ吸収終わるまで、消そう。でもそれがいいんじゃないかな。スキルも貯められるし、別に焦っていく必要はない。しかもね、ダメージ結構弱いんですね、この子。そうだね、指奪いもこれで消えて。よし、これで火貯めようか。次でコンボ吸収切れるから、オッケー、ここでいきましょうか。なってるね。倍率さえ決まれば余裕で倒せんじゃないかな。おお、ここは、ここ確かバインドあった気がするんで、早めに撃っちゃおうか。アレス撃って、火をできるだけ節約していきたい。オッケー。本当に安定だね。テラがね、コンボ吸収があって、そこが地味にきついかもしれないんだけど、筋肉マンにね、筋肉マンソルジャー継承させたんですよね。これ言ったっけ?なんで、プラス2コンボ追加されるから、結構、5コンボでいいのか。5コンボなら割と普通に組めると思うから、多分余裕じゃないかな。で、確か先生あるのか。なんで回復はしっかりして、回復力もね、結構高いから、安心ですよね。よしよしよし。よしよしここでウルド使って倒しちゃおう。
これでいけるはず。よしよしよし。で、ラストソニア使って、筋肉マンソルジャーのスキルを使って完璧だ。で、これね、闇を木に確か変えてくれるんですよね。ただこれ上手い組み方がね、ちょっとわかんないんですよ。なんかあんのかな？やっぱちゃんとした。ちょ、これが精一杯だな。1,2,3,4,5,6。そうね、盤面7組の正直結構きついな。ソルジャーのスキルないと。よし！でもちょっとギリギリ変わったな。まあこんな感じで、結構簡単ですね。やっぱ、筋肉マンどこ行っても強いんじゃないかな、普通に。はい、ということで、じゃあ今回はこれで終わります。バイバイ。